今日はお二人の結婚式に向けて記念すべき第一歩となる日。今日から始まるストーリー。まずはパーティーのご利用規約。大切なことなので順に当日に向けての道のりをご確認ください。Deposit number one. 内金10万円を支払う。本日正式にご成約となりましたので、お申し込み書の提出、契約時申し込み金として10万円のお預かりをさせていただいております。こちらの両方が揃った時点でお客様と当社の契約が成立したものとさせていただきます。 Deposit number two. 内金30万円を支払う。ご披露宴の4ヶ月前にはお打ち合わせ開始時お打ち金として30万円のお支払いをいただいております。先ほどの申し込み金10万円並びにお打ち金30万円はお二人の最終お支払い金額の一部に当てさせていただきます。キャンセレーション、諸事情によりキャンセル。本日正式にお日にちをご予約いただいておりますので、本日よりキャンセル料が発生してまいります。お客様のご事情でどうしてもキャンセルをしなければならない場合、キャンセル料をお支払いいただきます。キャンセルの申請をいただいたお日にちがご披露宴予定日の前日から数えて何日目かによってキャンセル料が異なってまいります。例えば前日を含む365日以前、約1年前の場合、お預かりしたお申し込み金10万円の 25%、 2万5000円をキャンセル料とさせていただきます。364日目以降、180日目まで、約6ヶ月前までの場合、お申し込み金10万円の 50% の5万円、179日目以降、150日目まで、約5ヶ月前までの場合、お申し込み金全額の10万円がキャンセル料となります。そして149日目以降、120日目までの場合、5ヶ月を切った場合は、キャンセル料が最新のお見積総額に対して 20% と、金額が徐々に大きくなっていきますのでお気をつけください。あ、でもご安心ください。キャンセルはしなくてもお日にちのみの変更の場合は、179日目以降150日目までの場合、約5ヶ月前までは無料で日程を変更することができます。それ以降はお見積金額の 10% から日程変更料が発生してまいりますので、よろしくお願いいたします。 Last count、 人数の締め切り。お料理、お飲み物、ウェディングケーキを用意する数量はパーティー開催日の10日前までに当社までご通知ください。これ以降の確定人数の減少変更はお受けいたしかねますので、ご了承ください。また当社会場のご利用はご誓約書類に定める最低ご利用人数以上でパーティーを受けたまわります。万が一最低ご利用人数に満たない場合、保証金額×足りない人数様分の保証金が必要となりますので、ご了承ください。 Final Payment、 お支払い。お客様には当社がご請求いたします金額をパーティー開催日の直前の平日14時までに金融機関の窓口または ATM 機によるお振り込みにてお支払いをいただいております。当社ではパーティーを円滑に進めるため、サービスを目的とする従事者のお持ち込みをご遠慮いただいております。料理、ドリンク、牧師、ヘアメイク、カメラマン、司会者、ドレスやタキシード、フラワー、引き出物や引き菓子などのお持ち込みもご遠慮または制限させていただきます。その他、外部のウェディングプランナーのお持ち込み、ペットの持ち込み、金管楽器、木管楽器、打楽器、アンプを必要とする楽器およびドラムなどのお持ち込み、食品衛生上お料理のお持ち帰りはご遠慮いただきますので、あらかじめご了承ください。大切なお二人のウェディングがその日一日だけでなく、ずっと美しく輝き続けますように、ウェディングを通して
お二人とゲストの皆様の絆がより深まり、豊かな人生が彩られますように、心尽くしてお手伝いさせていただきます。ワンウェディング、お二人らしい一日に向けて、今日からワクワクする毎日をお過ごしください。